でこっち行くの？あれ道間違ったんじゃないの？道間違った。ねえ、じゃあ U ターンしなきゃな。どうした？びっくりすることがあった。ねえ、マジで？タイマー出た？うん、出た。あ、こそこの前行ったところ。なんか、あるの？そう、サンルート行った。これサンルートじゃないよ。名前変わったんだよ。ねえ、そうか。うん。名前変わった。目覚ましになってる。ディズニーシーホテルになるかもね。え、そう？富山にがあるから。ああ、そうかそうかそうか。ディズニーランドじゃなくて、ディズニーシー。おおで、インディーが見える。あ、もう好き。だってあんたインディー乗れないじゃん。2階乗った。好きじゃないけど2階乗った。乗れんの？コロンビア号が見えてましたよ。あとタワーオブテラー。あ、タワーオブテラー。あれタワーオブテラーってあれでしょ。ダメだ、そうじゃ泣いちゃうじゃん。泣いちゃうよ、泣くからね。そんなのさ、もう慣れた。 YouTube でも最初の話見たから慣れました。ねえねえ、でもこんなにテンション上げてもヨミリランドだよ。そう、残念ながらソワちゃんテンションだけ上げていける？大丈夫？うん、最高おぶたぜイエーイ最高だぜイエーイ最高だぜじゃあ、ユーターンしなきゃダメや。道間違っちゃった。何？ということで今日はユミランドではなくこちらどこですか？ディズニーシー。そうです、東京ディズニーシーに行きます。ピャーン！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 まあね、散々ユミランド、ユミランド行きましたけど、やったー！まあね、誕生日だしチケットもちゃんと取ってありますよ。やったー！大丈夫です。すべてママが昨日の夜中用意しましたんで。シーンに行ったらやりたいことがたくさんある。メイちゃんとかいないんでしょ？ママがすべて用意してきました。おっと、シリーメイも、シリーメイも来た。うん、マジでね、やったー、メイちゃんと一緒に写真が撮れる、たくさん。あれ、ママも持ってきて。イエーイ。ママ買いたいの、ママ買いたいから、これ言うたら。クッキーアンド買うんでしょ？え、クッキーアンド買いたい。あ、クッキーアンド。いやー、もうすっかりディズニーモードになりましたね。おめでとうございます。やったー、誕生日ありがとうございます。おめでとう。手袋まで買って一回も使ってない手袋。てってれー、これもうフェットボトルキャップ。よし、ディズニー気分満喫だよ。この中誰がいると思う？あ、入れてきちゃったと思う。まあね、ということで、じゃあ今日一日楽しんでいきましょう。はい、ソアリンの抽選して、富山に抽選して、もちろんクッキー&グッズ。まあ、ソアリンみたいな。頑張りましょう、まあ、楽しんでいきましょう。はい、イエーイ、ゴー。さくらちゃん、荷物検査終えて来たよ。イエーイ。メイちゃんも一緒だよ、今日は。え、メイちゃんも一緒だし。シリメイ、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 シリメイだらけやな。イエス、私もシリメイ大好き。もうちょっとで開きますんで。俺ポスカルどこ開いたらダッシュ。ダッシュはしない。もう昔ダッシュしたいの、ママね。ダッシュしちゃいけないんだ。ダッシュダメだ。でもあれないもん、ファストバスないもん。行きますよ、ディズニーシーでございます。バイバイバイ。まあ、やることはいっぱいあるんですよ。ママが張り切っています。でですね、ソラカさん、でソアリン取れたんだよ。ソアリン取れたから、ソアリン行きましょう。やった、初めてソアリン並びに行きましょう。もうメイちゃんも一緒だよ。ヒリメイも一緒だね。やった、ほんと。おお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 すごい綺麗な映像やね。風船飛んでっちゃうぞ。大丈夫、トラカさん。トラカさん、ビール飲まない。まだ早いです。早すぎるじゃん、ビール。ダメ。ママもビール。
ちょっと前見て。そうね、ラジオさんとおじさんとよく来てるんで。もっとパチパチに混むんやろね。あ、そうだね。終わりにやってきましたよ。いや、すごい。あれ、最後はさ、一度だけだ。びっくりしたな、あれ。あれ、すごいよね。ね。これみんな、多分ハマるわ。乗った方がいい。わかる、人気の理由がわかる。何が面白いんだ、最初思ったけど。こう面白い。やばい。でも、一度乗ったら飽きるって言ってたけど、飽きないと思う。あれ、飽きないと思うな、あれな。すごいっすね、ソアリン。で、今ちょっとね、ママの携帯でやってますけど、はい、スタンバイパスですね、はい、写真撮るやつね、あの残念ながら尻目外れてしまいましたので。初めてだよ。初めてですよ、センターオブジェアマジで。心臓がさ、飛び散る。え、怖いの？怖いんですか？いや、大丈夫です。しか知らない。大丈夫、行きましょう行きましょう。どうか、暗いな。初めてだよね。ちょっとドキドキ。あ、めいちゃんがいるから大丈夫ですか？めいちゃん大丈夫ですか？一緒にぐわーって山から降りるんですよ。降りるよ、めいちゃん。センターオブジェアの中だね。空が初めてね、いろんな研究してるらしいです。いつの日かこの発見が人類にとって大いなる意味を持つことになるんだ。すごい。しかし人類の文明はまだ私の発見を知るにふさわしいものではない。したがって諸君も私と同様、これから目にする世界のことは秘密にしておいてくれ。秘密にできますか？あのペラ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 喋っちゃうからね。はい、本当に。トラカちょっとドキドキしてる。やばい。大丈夫大丈夫。まあ4番エレベーターが上がります、ね、これから。じゃあママもちょっと行きましょう。見ながらのがいい。はい、トラカさん、どうでした？怪獣が怖かった。あ、行っちゃダメだ。え、すごい怖かった。怖かった？あの、わあ。怪獣とか。石飛んでる。いや、怪獣大丈夫ですよ、見て、石が飛んでるの。ね、石が、火山に石が飛んでますよ。ね。いや、あれ怖かったよ、ガー。怖かった？うん。でも早かったね、やっぱり意外とね。うん、結構。じゃあ次、何行こうか。どうしよう。でもね、あれ、スペースマウンテンよりはまだマシだった。スペースマウンテンは怖いの？怖い。あ、なかなか楽しかったですね。次はこれも、この船もなかなか乗りたいんだよね。トラカさん、トラカさん、見えてきましたよ、タオブテラーが。まだ未経験。え、違うよ。あれやってんの？一回並んだけど、一回並んだけど、非常口から見たんだ。写真、あ、これシリーメイ写真特集も動画で出しますか？さん、まず第1回目のお食事でございます。何回この食事シーンが来るんですか？ポップコーンバケット今知らなかったね。自分たちで入れるっていうね。まあ、これに入れたもんね、2つ分入れました。まあ、これもコロナ対策ですね。はい。はい、そしてママチョイスの照り焼きチキンレッグ。これちょうどじゃん。チキンロール。チキンロール。照り焼きチキンロールだった。でも超うまそう。肉汁垂れやすいんで気をつけて。肉汁ジュージュー。じゃあ、そろがさん言って、それはもうみんな食べてる。それキャラメルでしょ？手やんなきゃダメだよ。そうだね。うん、これ。食べないと。ああ、でもこれ絶対垂れるパターンのやつやん。うん。熱いね、まだ。これ絶対美味しいよ。食べればいい。いただきまーす。うまい。甘いから嫌だ。どう、ママ？温泉、温泉飲み。中入ってるなんだろう。あ、でもちょっと。ピリ辛。だから完全ビールでしょ、これ。ビールだね。完全ビールだよ、これ。ビール飲みたい。いや、やっぱそのビール買うべきだと思うよ。これビールだ。これビールだよ。いや、ジンジャーエールだな。美味しいでしょ、これ。ママさん、これビールですね。うん。私、ビール売ってたもん。うん、絶対、ビールセットだよ。ダメ。あ、動画の味。うん。いや、早い。でも、うまい。うん、鶏の皮の部分をちょっと厚く切ってくるんだ感じ、煮込んだ感じ、
なんだこれ、鶏肉ミンチじゃないの、なんだ中入ってる、この残った肉汁がやばい、うん、やば、うん、うん、ジューシー、うん、これおすすめだね、うん、本当に夏とかビールとかめっちゃ合いそう、あ、合ってる、でもビールが合うの、いや絶対ビール合うこれ普通に、うん、